いわき市の居酒屋トップ3です。ひょいっゴー。さて、今日もいわき市にやってまいりました。いわき市居酒屋どれだけあるのでしょうか。うわー、すっごい駅前に集中していっぱいあるんだね。そりゃそうだよね、お酒飲んで車運転できませんからね。それでは発表していきます。ナンバー3はこちらのお店。ナンバー3魚でございます。いわき市といったら魚料理に限りますよね。見てください、綺麗な刺し盛りに創作料理、メヒカリの唐揚げなんかもしっかり地元のご当地メニューも楽しむことができます。続いてナンバー2はこちらのお店。ナンバー2、ダンダンでございます。こちらのお店見てください。お店の外観、この建物をご覧ください。なったって古民家を改装して作ったお店なんだそうで、お料理はもちろんのこと、とってもねレトロな雰囲気の中でお酒を楽しむことができるお店みたいですよ。いいねいいね、これからのシーズンお鍋も楽しめるんだね。そして栄えあるナンバーワンはこちらのお店です。ナンバーワン、旬でございます。こちらもいわき駅前にあります地魚料理を出してくれる旬なお店でございます。やっぱりね、いわきに来たらね、地魚を食べてもらいたいですよね。見てこの刺し盛り、綺麗、花束のような刺し盛りです。どんこの煮付けにメヒカリの唐揚げ、あん肝、もうどれも目が外せません。こんなにいっぱい美味しそうなお料理の写真見たらお酒がぐいぐい進んじゃうね。しかもお酒はもちろん地元の渡部で決まりだよね。はい、というわけで今日発表したのはいわき市の居酒屋トップ3でした。あなたの行ってるお店ありましたか？ぜひ教えてくださいね。また見てね、バイバイ。